皆さんこんにちは。本居宣長記念館館長の東です。皆様おなじみのこちらの本、歴史漫画鈴先生本居宣長のすべてはたくさんの方に親しまれてきましたが、この本が今絶版の危機に直面しています。当記念館ではこの鈴先生を再版寄付するために、その資金をクラウドファンディングで募っています。この歴史漫画は子供から大人に至るまで様々な年代の方が本居宣長を知るためのいわば入門書として愛読されてきました。この本は今から30年以上も前に当時の松坂青年会議所の皆様が子供たちに郷土愛を育みたいという熱い思いから誕生しています。その後松坂市や学校の図書室に寄贈され、子どもたちにも宣長さんとして親しまれるほどたくさん読まれてきましたが、ついに昨年の11月に在庫がなくなってしまいました。また長年の使用により本自体の劣化が進み、破損廃本となって姿が消えつつある中、印刷フィルムも劣化し、この歴史漫画鈴先生本居宣長のすべてを後世につないでいくためには今しかありません。そこで当記念館では昭和の時代に作られたこの歴史漫画を令和となった今の時代に残していくとともに、さらに未来へ届けたいという思いで購入型のクラウドファンディングを実施することとなりました。クラウドファンディングの目標金額は320万円とし、いただいた資金は2000冊の漫画の増刷とデジタル化するための費用として使用させていただく予定です。今回のクラウドファンディングは購入型ということで、ご支援いただく皆様には19歳の宣長が描いた架空の都市図橿原市城下絵図で空白となっている部分を購入していただきます。分譲販売する区画は約100区画で、広さごとに2万円、3万円、5万円、10万円、30万円と価格を設定しました。購入していただいた方にはこの城下絵図で空白となっている部分に名前を記入し、その絵図をお届けいたします。その他の返礼品としては、区画購入者のお名前を歴史漫画鈴先生本居宣長のすべてに記載したり、記念館ご来館年間パスポートや収蔵庫見学招待券をプレゼントしたりすることを予定しています。また支援していただいた皆様には鈴先生歴史漫画本居宣長のすべてもお渡しをさせていただきます。購入はクレジットによる決済や代理決済、銀行振込、窓口へ現金持参など様々な方法で対応させていただきます。クラウドファンディングは5月31日水曜日の23時までとなっています。どうか私たちと一緒に宣長さんの魅力を未来に届ける架け橋になっていただけないでしょうか。皆様のご支援をよろしくお願い申し上げます。